もやしみたいで美味しそうだ、これすごい、細長い、おっ、風出てきてるんだ、すごい、アルチルの目がすごいな、あ、切れちゃった、もうこんな出てきてるの、やばいね、でもちょっとなんか汚いな、色が、よいしょ、どうしようか、食べようかな、これ、まあ、食べれなくないんで、食べれなくはないから、ただ処理がめんどくさいんでね、ここの最後、下のひげを取ったりとかね。おはようございます、もやし代わりになるね、よいしょ、あ、でもこれ細長くていいかも、うん、よいしょ、これいいね、よいしょ、こういう小さいうちに取っとかないととんでもないことになるからね、僕たちは、アレチウリは夏になるとね、もう蛇のようにうねうねしていろんな植物とか木の覆いかぶさって枯らしちゃうから、このかわいい新芽を今のうちにいただいていこう、ね、これね、この最初双葉で、で次に3枚目がこのカエデみたいな形の葉っぱが出るのが特徴ですね、アレチウリの芽っていうのは、この丸っこい双葉で、次に3枚目で分かりやすいのがこれか、この3枚目がこういうふうになる、こういう形の、これがアレチールの芽です、多分ここにこの山は去年アレチウリの蛇のようになった状態のをみんなも取って、ここにバサバサ置いといたとこなんで、ここがたくさんの芽がこれからもっと出てくると思います、うじゃうじゃと、今はこれだけなんで、もうね3月から出てるからね、はい、だよね、今のうちに取っとかないとね、